こんにちは、こちらスティーブ・カーフマンです。私がリンクの補起人社長です。そして11各国語を話せます。どうやって言葉を勉強するか、どうやってリンクをフルに使うか、それについてちょっとお話ししたいと思います。まず言葉の勉強の一番、大切な、秘密はですね、それは楽しく勉強しないといけない。楽しければ早く勉強できます。私にとっては楽しいのは面白い内容を聞くと読む、それが楽しい。もちろん話するのはですね、それも必要ですけれども、その可能性はいつもないです。時々私が勉強している言葉で話する可能性があるけれども、いつでも聞くと読むことができます。だけれども楽しく聞くと読む、それが大切なんだ。だからどういうふうにすればそれが楽しくなるかというと、それはやはり聞く内容を面白くないと良くない。そして難しくない、いわゆる少しだけ難しいと楽しい、非常に難しいと楽しくない、あまり単純だと面白くない。だからちょっとだけ難しくて、しかし私が興味を感じる、そういうようなものを繰り返して聞くと、あるいは読むと楽しい。でリンクでは、だからそういうその文法の説明とか文法のいろんなドリルとかそういうものはないです。そして私もですね、そんなたくさんですね語彙を一生懸命勉強するようなこともしません。リンクはですね、自然的に楽しいものを聞いたり読んだりすると、自然的にその語彙が増えてくる。いろんな機能がリンクの中にありますので、だからぜひその楽しい勉強をリンクでやってください。そしてできるだけリンクのいろんな機能をですね、もう理解するように少しもう工夫してください。それが十分やる価値がありますので、だからもう楽しく勉強してください。どうもありがとう。